インタビュー、ちゃんと答えるからインタビュー、はこの曲聴いてからインタビュー、はそれからにしてや、ほんならまず生年月日から69年3月9日の魚座、血液型は A 型、出身地今もここ大阪、中学の時にレゲエに出会ったボブ・マーリーが心動かした、それからどんどんハマってった、小遣いもろてばレコード店へ走った、イエローマン聞いて DJ 目覚めた、連れとよく真似しては歌った、二度目の高一の文化祭の日はレゲエ好き仲間が一つになった、それぞれ機材を用意してきた、あるものはアンプまたはスピーカー、ターンテーブルまたはミキサー、サウンドシステム持ち込んでゲリラ、一日だけダンスホールエリア、重低音が響く校舎、ゾロゾロ集まってきたヤジウマ、一年後組が作ったチョコバナナ、かじりながら盛り上げるセレクター、現場の空気が熱くなった、何度か先生に音止められた、それでも負けず続けていた、呆れた先生口開いたままこそっと踊ってる先生もおった、近所でのパーティーにもたまに呼ばれた、もちろん自分らでもちょくちょくやった、ブギーマン DJ 岡野セレクター、信号オペレーターシューガープロモーター、小さな箱借りては騒いでた、客少なかったけど楽しかった、そのうちクラブでもマイク握るようになった、ギャラもらっては DJ をした、高校卒業して本腰入れた、昼はフィーター、夜はクラブでフィーバー、金はなかったが夢は持ってた、車売ってジャマイカにも行った、子供の頃から憧れてた島、思った以上強力なカルチャー、初めてでも懐かしい気がした、そこでたくさんのことを学んだ、不良やけど気のいい連れもできた、嫌なこともいろいろあったが、ええことの方が勝ってた、毎日がドラマ毎日が映画、今生きてるってこと感じた、第二のふるさとそこはジャメイカ、日本各地で DJ してるから、北は北海道南は沖縄、みんな心熱いえ人ばっか、これからもよろしく頼んますわ、この続きはまた今度ってことで、ほなインタビュー始めよんか、DJ ヨーツビガビガビガ、アーソンボーイビガビガビガ、アーミュージックファンズビガビガビガ、アーネタティエナビガビガビガ、ジャパニーズピープルビガビガ、イングリッシュピープルビガビガビガ、アメリカンピープルビガビガ、ジャメイカンピープルビガビガビガ、アフリカンピープル